ついにあの日本の10番、あの香川真司がやっとチームが決まったということをちょっと話したいと思います。おばんざーい。さあやってきました、バントーク。また今回はね、バントーク、こうやって一人で撮れるから、もうパン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 行こうやないかという感じで、今回は香川真司、ついにあの日本の10番、2018年のワールドカップでも、コロンビア戦であの PK も決めた、あの香川真司がやっとチームが決まったということをちょっと話したいと思います。昨年の10月にスペイン2部のサラゴサと双方合意の上契約解除と、サラゴサからしたらいやもう香川ありがとうとお疲れ様という感じで、多分ちょっと一方的なところがあったんちゃうかなと。で、シンジからするとやっぱスペインに憧れて憧れて、やっぱバルセロナユースやし、やっぱバルセロナに憧れてたのに、それでスペインをやりたいと。で、まあ俺もセレッソでシンジと一緒にやってたけど、その一緒の同僚やった乾隆はスペインでエイバルで活躍もして、でベティスにも行って、またエイバルに戻ってやってるとっていう感じで、トルコにも行ってドイツ行ってドルトムンドね、でマンチェスターユナイテッドですよ、あのイングランドの行って、でまたドイツに戻って、でまあまあちょっとドルトムンドも最後ちょっとまあっていう感じでトルコに行って、でそっからまあスペインの2部に行ったわけですけど、やっぱやって、いやシンジもちろん良かったし、やっぱチームのためにやってたし、結果もそのめちゃくちゃっていうわけではなかったけど、しっかり残してた中で契約解除やってなってもうて、去年ちょうど昔のセレッソのシンジの最後の試合みたいなのを解説をして、でいやもうシンジ帰ってきてほしいなみたいな、やっぱりこう2010年やったかな、シンジが20歳か21歳ぐらいでドルトムンド飛び立っていって、やっぱそろそろもう今31歳、もう新人日本に帰ってきてもええんちゃうかみたいなのを去年のダゾーンでちょっと話はしたんやけど、やっぱその最後のスペインのサラゴサとの感じもありながら、やっぱ本人もスペインでずっと自主トレしたりとか、イタリアのチームがちょっと話あるやらなんやらみたいな、スペインのチームがどうやらこうやらみたいな、やっぱ本人の中でこうヨーロッパでやりきった感がない中で、やっぱここで日本に戻ってやるっていうのは、新人の中ではやっぱりそのなかったんやろね。報道にも出てたけど、セレッソがレビー・クルピーが監督になる、で、なる前から香川真司帰ってきてほしいみたいな話をしたけど、まあ真司もなんか SNS ではそれはもう断りを入れますみたいな感じで出てたんやけど、それはやっぱり俺らからしたら帰ってきてほしい。真司 J リーグで見たいな、どんなもんなんやろなっていうのはあるけど、やっぱ真司としてはやっぱり選手としてやりきりたいっていう、その気持ちももちろんわかるから、そんな中で今回決まったこのギリシャですよ。PAOK、略してパオク。で、このパオク、ギリシャスーパーリーグ、これに3回過去に優勝してて、ギリシャカップっていうカップ戦やね。これを7回優勝してると。で、リーグ戦で言うと、2017年、18年シーズンは2位。で、18年、19年シーズンは優勝1位。で、19年、20年シーズンは2位で、現在は良いと。それでギリシャカップで言うと、2016-17 シーズン、17-18 シーズン、18-19 シーズンを3連覇してるっていうことは、最近多分これ勢い乗ってるクラブ、オリンピアコスとパナシナイコスっていうこのもう2強がいるんやけど、これの次というか、これのもう一個、パオクは2部に落ちてないらしいのよね。で、J リーグで言うとオリジナル10で、最初の J リーグ10チームで J2 に落ちてないのは、鹿島とマリノスやったかな。だからそれぐらいの2部に落ちてない、優勝したこともあるチームっていうのがこのパオクっていうチームで、で、なおかつ、最近のギリシャカップも3連覇してたりとか、リーグ戦も2位、1位、2位。で、今年良いと。で、やっぱ、もう一回やっぱ優勝しようやないかと。で、ギリシャちょっとやっぱりチャンピオンズリーグでも一昔前みたいに勢い出せてないよねと。いろんな選手も来てないよねっていう中で、このギリシャからすると香川真司が来たっていうのは、これ多分ヨーロッパでの香川真司っていうのはやっぱもうみんな知ってるっていうぐらいの多分ネームバリューやから、香川真司ギリシャに来てくれんのかみたいな、これはね一定多分そのギリシャのサポーターであったりからするとすごいやっぱ嬉しいことやと思うし、 SNS とかそういうのもすごいいいねがついたりとか、動画もいろいろリツイートされたりとかしてたみたいやから、そういう意味ではやっぱ真司がヨーロッパでの5カ国目で、なおかつこのギリシャリーグですごいやっぱりそのサポーターも含めて熱いから、そういうところにこの勝負して31歳、もう一回ヨーロッパで一花咲かそうやないかっていう香川真司の気持ちが見える、まあ、そういう気持ちが見えるやっぱ真司やから、やっぱりその昔一緒にやってた身としては活躍してほしい、真司頑張れっていう風に思うよね。でね、シンジもね、やっぱね、まあ昔はね、やりとりはしてた感じはあるけど、最近ちょっと連絡もしてないし、ドイツ行った時は、シンジの家とかも遊びに行ったりとかしてたから、最近ちょっとね、連絡もご無沙汰なんやけどね、
やっぱなんかいろいろ聞きたいことはいっぱいあるよね。だからこれからちょっとなんか連絡しようかなと思うけど、ちょっとこう遠慮しちゃう自分もいるから、いやもしこれシンジが見てたらギリシャ行ってちょっと暇やからおばんざい屋でも見ようかなみたいな感じにもしかしたらなってるかもしれへんから、そうしたらインスタとかでもいいしツイッターでもいいし、なんかちょっと連絡してほしいよね。シンジ連絡待ってるぞいやでもシンジはね、ほんとね、2010年俺がガンバからセレッソに移籍した時に半年だけ一緒にやったんやけど、その時にもう半年で十何試合で7ゴールぐらい決めてもう飛び出ていったんやけど、ドルトムンドにもうほんとにね、行った時からいやバンサバンサン言ってくれて、で多分 J1 あの時初めてやったと思うから、その前年 J2 から昇格でどうしたらいいですかとか、メディアとかどうこうとかみたいな取材とかもそんな受けたことなかったから、こう受け方とか話し方とかみたいな感じでもちょっとなんかあんまり分かってなかったから、だからいやもうシンジもうちょっとさ、なんか明るく楽しくさ自分の思うように伝えたらええんやみたいな話がしてたのがもう10年ちょっと前ぐらいとなると思うと懐かしいよね。でそっからドルトムントに行って、あれだけ活躍して日本代表にも入って10番つけてワールドカップも出て、もうこんな雲の上の存在ですよ俺からしたら。でもそんなシンジと今回こうやってギリシャ行ったっていうのもそうやし、なんかリモートとかでもやりってよね、あどうシンジ元気みたいな感じでおばんざい屋でちょっとやってみたいな。どうかなシンジ、もしあれやったら SNS での連絡も欲しいし、なんならこの YouTube のコメント欄に見ましたと面白かったですみたいなのをやってほしいなっていう風にまあ思うかな。でもセレッソで帰ってきて見たかったっていうのもあるね。その時に今回レビーがセレッソに帰ってきて、キヨもまだいるし、シンジがまた帰ってきて日本でやるセレッソみたいなの見たかったけど、それはパオクとも1年半の契約をしたから2022年の6月ぐらいに切れるんかな。もちろんそこから活躍していろんなヨーロッパのクラブにまた行くのは応援するけど、そこでやっぱ日本に帰ってきて日本でやっぱ J リーグを盛り上げてくれるっていうのも期待するところではありますね。それが香川真司にちょっと思うことかなと思いますね。なんかないの質問。バンドさんが主にこうどんだけ活躍するかギリシャリーグ、パナシナイコス、オリンピアコスってこの2強があって、今正直ギリシャリーグがどれだけのレベルでどれだけの選手がいてどういう風に盛り上がってるかってそんな情報入ってこうへんから、シンジが行くことによって日本の人たちもギリシャリーグちょっと注目するやろうし、シンジがどれだけできるんかどうなんやっていうのをみんなが注目してるところではあるから、逆にシンジがこうギリシャリーグに行ってくれたことによって日本の皆さんもギリシャリーグをちょっと興味持って見ると思うんで、俺がシンジに求めるのはこれはもう結果、2010年レビークルピにシンジが言われてたみたいに、いやトップ下中盤2列目のやつはこれ10点から15点取らなあかんねやっていうぐらいに言われてたから、この今1月に入って半年ぐらいあるよね。ここでやっぱり2桁得点ぐらいをやっぱ取ってほしい。それでさらに今4位のチーム実力を持って優勝させるっていう風にやっぱシンジにはなってほしいなと思うし、これ残念ながらやっぱヨーロッパ5大リーグではないし、もしかしたら下の下ぐらいのリーグと言われるようなリーグかもしれん。ただでもそこでもどこ行っても香川シンジすごいんや、活躍できるんやみたいなのを見せてほしいと思うし、それがやれるシンジやと思うから、俺はもうすごい応援したい。シンジ頑張れ、おばんざい、おばんざい。いやこれね、ちょっとシンジ勝手にやけど、ゴール決めたらおばんざい屋やってよ、おばんざいって、それお願いしますまあでも今の心境がどうかとか、どういう風に考えてどうかみたいなのもすごい聞きたいなと思うから、この31歳、やっぱ俺も31歳の時にセレッソに移籍したから、やっぱこう選手として30超えてこっからどういう風に現役を終えていくかとか、どういう道歩んでいくかって結構やっぱ大事やと思うから、それをやっぱりいろんなことを考えながらの今回のこのギリシャっていう決断やと思うから、もう何につけて一番は結果を残すこと。結果を残し続けていったらやっぱ契約してもらえるし、いいクラブに行けるから。ただでも31でこっからまた40に向かってなる、これはもう本当にしょうがないことやけど、いろんな実力も体力的にもいろんなことも落ちていくっていうのもあるから、それも含めてやっぱり自分の納得できるサッカー人生、楽しいサッカー人生にするためにどういう風な人生を歩んでいくかみたいなのは今後も考えて、まあ多分移籍していくと思うんで、ただでもこのパオクに行った香川真司をみんなで応援しましょうと、もうそれが一番ですと。やっぱりこうギリシャでやるって決めた香川真司をみんなで応援して、真司が結果出せるように後押ししましょうということで締めたいと思います。真司もやってよ、いくぞー、あー、1、2、3、おばんざーい、真司頑張れー。